なぜかこの交流試合というのは、はい、今までのセ・リーグ、セ・リーグ、パ・リーグ、パ・リーグという試合とちょっと本当に一味違うものがあります、ね。田村の打球伸びていきます。伸びていく、フェンス直撃、もう少しでホームランという当たりでした。ツーベースヒットです。ベイスターズ同点に追いつく大きなチャンス。昨日もセンターに大きな飛球があって、まあ、少し田村は擦ってしまったという打球だったんですが、この当たりは辻さんどうご覧になりましたか。今のはしっかり打ってますね、はい、文句なしの当たりですね、はい、昨日3安打を打っている田村、右脇腹痛が癒えた後も腿の痛みなどで、まあ、痛みは正直残っているんだという田村ですが、元気に出場を続けています。去年交流戦で12本のホームランを打った田村です。今年もここまで4本打っています。ベイスターズがこのゲームを勝ちに持っていくためにも、この打席は佐伯にとって大事な打席になると思いますね。3回に3号追撃のホームランを打っている佐伯です、はい、今までの4番バッターだったら何をしても怒られないと思うんですけど、6番に帰ってきた、その時にチームバッティングをするか、自分の調子そのものを早く上げるために打つか、はい、今小笠、はい、じっくりピッチャーにもう一つ調子を狂わすような攻め方をバッターとしてするかですよね、はい、小笠原が声をかけた後にヒルマン監督はまだ出ていませんが、ブラウンピッチングコーチがマウンドに行きます。これはですね、はい、小笠原からは三塁ベンチ見えるんですよ、だからそのために投げないうちにストップは、まあ、早く自分が止めに行ったんじゃないですかね、交代の時はヒルマン監督もいつも一緒に出てきますが、ヒルマン監督は立ち上がりましたね。変わるんですね。まあ、現在エイジリのファームにいますので、場合によっては明日の先発もあるかと考えられていた鎌倉なんですが、ここでリリーフです。バッターボックスは佐伯、先ほど素晴らしいホームランです。ご覧いただきましょう。綺麗に打球が伸びていきました。ライトスタンド中段、ベイスターズファンがいっぱいの中段に突き刺さりました。3号ソロホームランです。ノーアウトランナーが2塁。今日リードするキャッチャーは高橋です。今吉井さんはヒルマン監督の表情が一球一球変わると言いましたけども、野球っていうのはすごい状況パターンがあるんですよね、はい、一球一球でもうコロコロ変わるのが野球だと思うんですよ、はい、ファーストゴロ、セギノール、田村は三塁へ。これで、まあ、最低以上の仕事ですよね、はい、進塁させた、はい、そしてバッテリーはスライダーを選んでバッターに近いところへボールを投げたのがファーストゴロになって進塁されましたね。あ、でもチームメイトも分かってますね、最近を迎えてます ね、はい、みんなこれを望んでたと思いますよね。最近が価値のあるバッティングをしました。5月は全試合スタメンの内川、昨日はヒットがありませんでした。あっと、昨日デッドボールが一つあった内川ですが、ここもデッドボール、体の後ろから右のお尻に当たりましたからね。あ、はい、相当バッターの裏を通ってますから、手も長いですから、ほとんど見たこともないような軌道でボールが来るんですね。そうですね、お尻にボールが当たりました内川です。そしたら相川も今2割8分9分、これこの調子がいいですから、はい、そうスクイズいうことも考えられないと思うんですけど、はい、走らすか、ゲッツーか、はい、お互いがサインを出し合えるところですよね。一方、ベイスターズサイドとしましては、なんとかこれ逆転して、まあ、次も打順三橋ですから代打の可能性が高いと思うんですが、なんとか逆転して三橋にプロ初勝利がつくような状況になってほしいなという気もするんですが、そうなれば一番いいんですけどね、一番いいのは間を抜くツーベース系ですよね、はい、まあ、ホームランは別として、一番ダメがゲッツーですよね。辻さんは先ほどおっしゃいましたが、相川はバッティングが好調ですね。そうですね、あ、弾いています。
吉川二塁へ、三塁ランナー田村はそのままです。これでダブルプレーがなくなりました。そうです、あとは相川が打つだけですよね、はい、やっぱり野球っていうのは、好調なバッターに好機っていうのは必ず訪れるんですよね。あ、現在2割8分2厘を追っている相川を迎えている4年目の鎌倉。これがもし2割ぐらいの打率だったら、こういうチャンスが来ずにゲッツーになったり、そういうお膳立てが来ないですよね、はい、昨日ホームランを打っている相川、今シーズンファイターズ戦では前の試合まで7打数3安打打ち上げました。レフト森本だいぶ後ろに守っていました。前進、田村はタッチアップからスタートを切った。森本は強肩、バックホームタッチはセーフ。田村のスライディングが勝って同点です。森本、新庄、稲葉、12球団屈指の強肩を誇る3人の外野手、その森本君へのフライ、浅めのフライだったんですがホームインです。なんとかレフトに持っていたという当たりでした。非常に際どい判断でしたね、水さん。そうですね、それでもボールが野球の鉄則を守らなかった、それは送球を低いボールを投げてきたら、まあ、完全にアウトだと思います。そして、はい、相川に2球同じボールを続けた、はい、それがベースの上に乗った、そして相川のバットが芯で捉えられたと。あ、普通あれがボールゾーンに来るようだったら空振りですよね。相川は苦しい体勢でもボールを捉えることができたんですね。そうですね、横演習を前の回にしてました。それと同じのボールが来たからミートできましたね、はい、相川犠牲フライで5対5の同点に追いついた5回の裏です。ここでまたピッチャーが変わります。なお2アウトランナー1塁2塁でバッターボックスは代打鈴木孝則。ファイターズはピッチャーを清水に変えました。左の清水、開幕1軍でしたが4月24日に一度ファーム調整となりまして、5月28日に再び出場選手登録を受けました。4月1日のバファローズ戦で今シーズン1勝を挙げています。おとといのジャイアンツ5回戦では8回9回2イニングのマウンドを4安打2失点という内容でした。ベイスターズ戦は初めての登板です。三遊間ショート深い位置から金子、鈴木足が速い、セーフ。内川ホームに入る、逆転。内川も隙は見逃しませんでした。タイムリー内野安打です。鈴木孝則ショートへのタイムリー内野安打。バッターボックスは石井拓郎、ショート緩い当たり、金子内野安打です。石井拓郎今日2本目の内野安打。初球をしましたので2万枚の青い石井拓郎のボードが打ち振られる時間はちょっと短かったんですが、石井拓郎内野安打。辻さん、打線つながってきましたね。そうですね、運というものは、はい、本当に相川の2球続けたことによって、はい、こういうつながりがぐーっと広がっちゃったですね、はい、ご覧のように今日は2本の内野安打です。普通だったら今の石井は左手の親指の付け根が痛くてしょうがない詰まりですよね。そうですか、はい、ずっと多分我慢してると思います、はい、ところがそれがいいコースでサードが取れない、ショートが深いところでしか取れないようなところに行くんですよね、はい、そうですね。1回に弾丸ライナーの素晴らしいツーランホームランを打っています吉村です。吉村自身が今年言っているのは、タイミングが合わない打席がたとえあっても3つのストライクのうちのどこかで修正ができる時があるんですという吉村。まあ、そんな1年2年で素晴らしいですよね。それよりも武藤ってやっぱり1軍に慣れて、はい、今度は逆に結果がどんどん出てきたから、大きい当たりです。伸びていく、果てしなく伸びていく。吉村にスリーランホームラン、今日2本目、
それにしても2本のホームランともなんという飛距離でしょう。これが吉村です。これがベイスターズの新しいスラッガー吉村の打球です。初球真ん中に入ってきたカーブですけどね、やっぱりしっかり引きつけて打ちましたね。はい、牛島監督は吉村をファイターズ戦のラッキーボーイと言っていましたが、もうラッキーボーイの枠は超えています。これもすごい打球でしたね。そうですね、これだけ弓矢でギュッと引っ張っとった糸をパーンと弾けてボールを打ってるという、そういう感じでボールが飛んできますよね。あとはこの金城が今ちょっと崩してますよね、はい、今日初めて右バッターボックスです。いや吉村素晴らしいホームランでした。でも辻さん、この回リードが4点になったことで三つ橋1点差だと分からなかったんですが、プロ初勝利の可能性がちょっと見えてきた感じもしますね。後のピッチャーが1回ずついけば楽勝な勝利投手ですよね、はい、それが後の投手が例えば6、7、8、9とか、で3回、4回掘っちゃったら投球内容に変わってきますからね。三橋は勝利投手の権利を得てマウンドを降りました。金城センターに抜けるか、抜けていきました。これでベイスターズのヒットは13本目。もう辻さん、これは大声援に乗せられていることもあると思いますが、そうですね、ベイスターズの打線がいつまでもつながっていきます。近所にしたら今の状態でこういうヒットが出たということは少し、はい、嬉しいですよね。近所も昨日の9回の打席の内側の厳しいボールをライトに運んだバッティングはちょっと自信になったということを今日言ってたんですね、はい、ただ左の時より今右の方が状態は良さそうですね、はい、あ、そうですか、はい、一塁手の関ノ浦もスイッチヒッターですが、やはり左右どっちかが好調ということはあるようですね。そうですね、両方とも良ければ、まあ、素晴らしいんでしょうけどね、さあ4番の村田です。この回9人目のバッターです。まだ今日村田はノーヒット。しかし先ほどの打席4回に打ったレフトへの当たりはヒット性の素晴らしい当たりでした。同じ打席に入ることは変わりないから同じような気持ちで昨日の初めての4番を立てたんですという村田。それが1打席1打席ですよね。牛島監督もまあこれから4番として先ほど辻さんもおっしゃったいろんな壁に当たっていくと思うけど逆にどう成長していくか見るのも楽しみなんだと言っていました。そうですよね、もし崩れてきた時に本人がやっぱり崩れたなという時にどうアドバイスできるか、そういう人がいるかが問題なんですよね。5点を取ってなお2アウトランナー1塁のベイスターズ5回の裏です。空振りの三振、これは清水が速球で押しました。一塁ランナー金城は残塁です。しかし吉村の大きな見事なスリーランホームラン、今日2本目のホームランもありました。相川の犠牲フライ、田村のコースボールもありました。ベイスターズが5回に一気に5点を取って9対5逆転に成功しています。